モーリッツは、ヘッセン・カッセル・砲白。ビルヘルム四世とビュルテンベルク公、クリストフの娘ザビーネの子。学者博と呼ばれた。1604年に、おじのヘッセン・マールブルク砲白ルートビヒ四世が、このないまま死去、遺言で、ヘッセン・カッセルとヘッセン・ダルム・シュタットに、分割相続すること、競技をルター派から回収しないことと取り決めた。しかし、モーリッツは、 ヘッセン・マールブルク砲白領をすべて併合、競技も、ルター派からカルバン派に改修したため、重帝のヘッセン・ダルムシュタット砲白ルートビヒ5世と、対立、1627年に対位、息子のビルヘルム5世に、白衣を譲り、1632年に、エシュベーゲで亡くなった。音楽の講演者であり、ハインリヒシュッツとジョン・ダウランドの援助を行っていた。百九十三年、 アグネス・ツーズ・オルムス・ラウバッハと結婚、6人の子を設けたが、アグネスは1602年に亡くなった。夫エリーザベト1618年、メクレンブルク・公ヨハン・アルブレヒト2世と結婚し子、モーリッツ・ウィルヘルム5世1603年、ナッサウ・ジーゲン・ハクヨハン7世の娘ユリアーネと再婚、14人の子を設けた。3人の息子はそれぞれ文句にを与えられた。 フィリップ・アグネス、アンハルト・ゲッサ・ウコー、ヨハン・カジ・ミールと結婚。ヘルマン・ヨンセイ、ヘッセン・ローテンブルク・砲白・ユリアーネ・ザビーネ・マグダレーナ、ザルム・ライファー・シャイト・ハク・エイリヒ・アドルフと結婚。モーリッツ・ゾフィー、シャウム・ブルク・リッペ・ハク・フィリップと結婚。フリードリヒ、ヘッセン・エシュベーネ・砲クリスティアン・エルンスと一世、ヘッセン・ラインフェルス・砲白・クリスティーネ・フィリップ・エリザベト。ありがとうございます。